おかえりー学童系 YouTuber のイオピーマンです今回は子供理解と働きかけパート3働きかけの基本についてイオピーマンなりに簡単にわかりやすくお伝えしていきます子供への働きかけって一体どういうことなのかなとか何を指導員が大切にして子供に関わっていけばいいのかなって迷ったりすることってありますよね この動画を見ることで子供への働きかけの基本が理解できるようになります。そうなることで指導員として子供へのアプローチの方法がナイスになって子供への働きかけが抜群に良くなるきっかけが芽生えてくることにつながってきます。あれ なんだか最近子供たちが落ち着いてきたねなんて指導員同士で話ができるようになるほど子供たちの生活が安定に包まれてくること間違いなしの内容となっていますのでどうぞ最後までお付き合いください本題に入る前に少しだけ自己紹介ですいよピーマンはこんな感じの人です19年間同じ学童でずっと指導員をやっています学童保育のたくさんの魅力を多くの方々にお伝えしたいと思いまして学童系 YouTuber となりました どうぞよろしくお願いします。チャンネル登録もお待ちしています。いいねとかコメントもすごく励みになります。それでは本題に入っていきます。子供理解と働きかけなんですが、前回ね、子供理解についてね、パート1、パート2とこう深くやっていったんですが、それを踏まえた上での今度は働きかけになってきます。ではその働きかけというのはどういうものかというと、指導員の 導きとかね、子供を支援するというようなことが働きかけですよね。関わりっていうね、こと全般的にまあ、指導員からこう行動を起こして、子供に関わること、それを働きかけと言います。子供のやりたい遊びができるように働きかけたり、子供が自分の思いを言葉でね、伝えられるように指導員が働きかけたり、子供がそこで楽しく幸せに過ごすことができるように、 働きかける。ね。そういった導きとか支援のことを働きかけと言います。例えば、暇そうにしている子にね、あそこでブランコして遊ぼうよというふうに声をかけて誘ってみたりとかね、友達同士が喧嘩していたりとか、気まずい感じになっている子たちに話しかけて理由を聞いてみるなんてことも指導員の声かけとかね、言葉かけ、働きかけに含まれてきます。そして、見守るということも働きかけの一つです。何も指導員から アクションを起こさなかったとしても、子供たちの状態を見守っている状態も、それは見守る働きかけ。ね。その子たちが楽しく遊べるように見守ったりするということは、それは働きかけの一つになってきます。なのでね、声をかけるとか、促すとか、見守るとか、子供全般に関わることを働きかけと言うんですが、ね、その中でも、学童保育において、ね、大切にしたい働きかけについて、 話を深めていきます。学童保育における子供の働きかけっていうのはもうとても大切なんですね。その子が楽しく、心地よく、幸せに学童保育で過ごせるように指導員は働きかけますよね。指導員の正しいそういう働きかけ、関わりがなければ子供は健やかに育つことはありません。指導員のアプローチ、とてもそれは大切になってきます。指導員は目的とか意図を持って子供と日々関わっていますよね。ただ単に指導員の 知りたい放題ね。やりたいことだけをして関わっているのではありません。私たちは専門的な知識を持って、プロとして、その子たちにとって、いい学童になるように働きかけるので、何でもかんでもね、適当に関わっているということではありませんよね。目的とかね、意図とか、指導員の願いということがあって、子供と関わります。ここで、いきなり、イヤピーマン、クイズです。じゃじゃん。学童保育というのは一体どういうところですかはい、チックタックチックと。 いきなりね、クイズが出ましたが、例えば、学童保育って、どんなとこですかというふうに聞かれたら、皆さんどういうふうに答えますか例えば、学童保育は自由なところとか、遊ぶところとか、安心できるところとか、癒されるところとかね、まあ、成長できるところとか、まあ子供たちが大切にされるところとか、まあいろんな、まあ答えというか、こんなところです、みたいな回答があるかもしれませんが、そういった、こんなところであってほしいという、指導員のね、願いというのが必ずあると思うんです。 その願いに向けて指導員が働きかけるというところは大切にしたいところです。学童保育が安心できるところであるために働きかける。ね。学童保育が子供にとって成長できるところであるために指導員が何か遊びを誘ったりするとか。そういったことを、まず指導員の願いということが根本、土台にあって、それを元に働きかけるんだということが、まず大切なポイントになってきます。 なので、学童保育で指導員が子供と関わるときに、怒るとか、叱るとか、厳しくするとか、けじめをつけるとかね、そういったようなために、指導員がいて、指導員が関わるのではなくて、共感したりとか、寄り添ったりとか、見守ったりとか、ね、勇気を与えたりね、元気をプレゼントしたりね、子供たちのやりたいというような思いを引き出したりね、支えたり、応援したりとかね、そういったプラスな意味で、関わるんだと。それが指導員の願いなんだということは、大切にしておきたいところです。ここで、 ポイントがあります。これがね、とっても大事なポイントなんですが、その指導員の願いというのが根本にあって子供に働きかけましょうということなんですが、ね、子供にとってどうなのかというところも忘れてはいけない大切なポイントです。子供へ声かけたり、ね、一緒に遊びに誘ったりとか、そういった中で学童保育の中で指導員は子供と関わりますが、そもそも学童の生活の主役は子供たちですよね。 子供たちが一体どんな願いを持っていて、子供たちがどうなりたいと思っているのかというようなところを見ないで、指導員がやりたいことだけ関わるということは、グブー違うということなんですね。ここでポイントとなるのが、子供が何か遊びとか、えっ、ー、と、ドッジボールしたいなと思っていたら、その、やりたいっていう気持ちももちろん尊重しますし、ね。例えば、やりたくない、今は本を読んでいたいというのを気持ちも尊重する。ね。やりたい気持ちだけじゃなくて、やりたくない気持ちとか、 嫌だなと思っている気持ちとかね。そういったところにも寄り添う。ね。そういった視点が子供の思いとか、ね、願いを軸にした関わりということにつながってきます。まあ具体的に話をすると、じゃあ指導員が今日はね、いい天気だし、ドッジボールをやらしたいなと。みんなドッジボールしたい子を集まれってね。声をかけるとします。ね。本を読みたいなと思っている子がいたとしても、今日はドッジボールしようよというふうに声をかけたとしますよね。それで、いざ、ドッジボールをして、わーっと。 楽しかったねと。みんなもう最高だったねと。いや、いい汗かいたわーっていうふうに、ね、子供と楽しいんだと思って指導員がいたとしても、その後に子供が、ねえねえ先生、もう遊んできていいっていうふうに声をかけるっていうようなこともありますよね。実は子供はやりたくないなと思っていたけど、ね、指導員がやろうっていうから誘われていって、ね、まあそこそこ楽しかったかもしれないけど、もう自分の好きな遊びをしていいかというふうに声をかける時もあります。 指導員の願いとしては、ドッジボールを一緒に楽しもうだったんですが、子供の思いからすると中には、やりたくなかったというような子もいるかもしれません。そういったやりたくないと思っている子供の気持ちにも気づけるというところも大切にしておきたいポイントです。みんな遊びが終わった時に、先生遊んでいいっていうね、学童保育あるある話なんですが、そのあたりも大切にしていきたいポイントです。なのでね、指導員のその自己満足の関わりにならないように、 指導員の都合が、指導員の思いだけが先行して子供に関わるというような働きかけではないようなところに注目をすると。ね、指導員発信なんですが、その指導員が発信する内容は子供にとってどうなのか、子供がどう思っているのか、ね、矢印の向きが、ね、自分から子供にじゃなくって子供が一体どう思っているのかの矢印、ね、そこをしっかりと見るということが大切です。この子供の 矢印がどこを向いているかというのが指導員が働きかける中で大切にしておきたいポイントですよね。それが子供にとって一番いいこと、子供の最善の利益ともつながってくると思います。そこを理解した上での働きかけなので、ね、そこが子供理解ということともつながってきます。なので、子供理解と働きかけの中で大切にしたい視点としてはね、ね まず子供のことをよく知りましょう。その中に子供の願いとか子供がやりたいと思っている気持ちというのが一体どこにあるのかなと子供の矢印がどこに向いているのかということを指導員がキャッチするというところが大切でした。はい、それではこの動画のまとめです。子供理解と働きかけの働きかけの基本はね、導きとか支援、見守るとかね、そういったことが指導員の働きかけなんですがそこには指導員の 子供たちに、こういうふうに成長してほしいというような願いとかね、学童保育の中でね、こんな学童保育であってほしいなって思うために、子供に関わりますよね。なので、決してね、怒ったり叱ったりね、けじめをつけたりね、そういったり、引き締めるために、指導員が関わるのではなくって、子供のやりたい気持ちができるようになるために、そこがね、楽しい学童であるために指導員が働きかけるというところが、ポイントになってきます。 その時に大切にしたいのが、指導員の願いなんですが、指導員の願いばかりが先行してね、指導員の自己満足に終わらないように注意することが大切です。その視点は、ね、子供にとってどうなのかという視点です。指導員がやらせたいことじゃなくって、子供がやりたいと思っていることに目を向けて、それを子供ができるように声をかけたりするという視点ですよね。何でもかんでもね、あれをやらしたい、これをやらしたいってね、まあ、親も子供に対してそうなる方もいると思うんですが、 指導員もね、どうしてもそういう風な気持ちになってね、あれを指したい、これをしてほしいってすることがあると思うんですが、その時にね、子供が一体どう思っているのか、子供の中にある願いはどこを向いているのか、その矢印がどっちというところに注目して指導員が働きかけるというところが基本であるということが、今回、イヨピーマンが伝えたいことでした。はい、それではこの動画は以上となります。これからも学童保育の情報を ポップでライトに皆さんにお届けしたいと思います。学童系 YouTuber のヨッピーバンでした。じゃあねバイバイ。子供への働きかけの基本は子供の願い。